え、まあ、よーしよし、長すぎるよ。待って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 、あ、待って、ゴールされたらダメだ。ゴールしたら、来て走りつく。一旦落ち着こう。一旦落ち着こう。えぇ、ゴールゴールゴール、いけ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 、待て、うるせえ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 。それじゃあ勝ちなんじゃん。あ、この手。よしよし。初ゴール来ちゃう。もう許さないぞ、本当に。来て走りついた。よーし。ここ次第だな。何も信じるんだ。いや、死んだろ、バカ近いな。近いな。え、これどうしたの、これ。3マスとかだったら3ターンで疲れちゃう、むしろ。確かに。死んだのめっちゃ近いぞ、これ。え、これ、牛歩って何ターン計測するんですか。3ターンぐらい。え、3ターンもあるの。わかんない、結構長い。うわ、3、4ターンぐらい。あと1年か。これ、先端が結構なんか順位上げてきてるんだよな。確かに。まあまあ、でもまだまだか。いやあ、いや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 、上2人がいや、いや、先端がちょっとあの裏切ったせいでね。知らねえ知らねえ、俺は上2人と下2人が上になって、あと1年。慎太郎テレポやだな。22億差だからな、これで。物件持ってるのも2人しかいないんだけど。これやばいなぁ。普通に振る。あ、でもまあまあ。まあまあ、もういいよ。どうしてどうしてない。高田さんにつけてる場合じゃないんでね。いやー、ちょっと待てよ。シャラシャラもシャラ。まあ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 、なんもない。これやばい、何にもできない、足がないから。よし。え、これ、1マスしかどうせ進めないんだったら、先端さんから吸おうかな。いや、カード使えないんだって。カード使えない。あ、そうか、使えないのか。じゃあもうサイコロ振るしかないのか。牛なのよ。もう1位しか。近いな。牛太郎なのよ。行くしかないよ。え、でも下赤バスか。いや、赤バスは痛いから、まあカードもらっていいんじゃない。アドバイスがアドバイスに聞こえてないぞ、多分。え、絶対カードで、まあまあまあ。まあ、4月だからね、大して痛くない。いや、でもこれカード拾っても どうせ1マスでまたこう踏まないといけないから、ちょっと待ってください。まあ、それもある。この下が。いや、これ絶対下の方がいい、絶対。下行こう。こう取るのか。諸説ある。よし、いや別にしょうがない。まあまあまあ、もうね、まあ金あるんでね、慎太郎さんは。僕はあっち、何だか慎太郎は、あそうか、テレポテレポテレポしよう。とりあえず慎太郎を潰さないことには。あ、そうか、テレポで慎太郎に移して牛歩で、そう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 、できるから。あ、でかいね、それ。いいね。え、これテレポートでもう直接は、マジ。いや、ダイレクトにはつけないから。いや、多分2、3マスぐらい離れてると思う、うん、いや、でも牛歩カードがあるから一回作られたら終わるな。あ、いいっすか。いいね。めちゃめちゃいいし、上行かないといけないから。あ、でもよかった。あ、でも逆に慎太郎さんは下凍りきづらくなったからいいんじゃない。確かに。うわー、きつ。先端社長がさ、どうやってしのごう。気に入らないから先端社長につけたいよ、僕は実は。いや、それでも、いや、多分ここで僕潰しても先端さん勝っちゃうから、だったら支援を優先した方が。諸説あるわ。ほう、どこに来るんだそれ。あ、下側かよ。あー、いいね。いや、うまい。あ、ここうまいんじゃなかったっけ。しかもカードがうんち系、うんちばっかりだ、ここ。何、汚い。うんち、新幹線って普通な。何だっけ。もう先に4か、うん、早いよ。いや、早い、買いまくってるな。でも俺一発逆転があるからね、一応隣に翼でゴールしちゃえば倍もらえるから。倍もらえてね。そう、まあでも13億4億ぐらいだからな。うん、もうプテハシだけはとりあえず置いていける。ワンゴールで絶対追いつけなくなるから。プテハシはきついな。1位こっからどうやって取ればいいんだ。はい、明日手に入ればな。ついな、普通のサイコロ。いや、そう。いや、つらい。足がな、ヘリポート行くか。ヘリポートだな。ヘリポートってただただただ。たか。近い。あ、近い。もし、俺は近い。え、やば。マジか。オーケーオーケー。これはやばい。慎太郎になする責務があるから。この責務を全うしなきゃ。
もうサイコロ振るモーションもないんだ。ないない。もう上か下行くしかない。あ、買い占めできんじゃん。プテラさん今カード持ってます今。何の？サイコロ系の。何も持ってないはず。早いから持ってない。何も持ってない。だったら上に行ければ上に逃げればまだワンチャンあるのか。いやいやさすがにもう捉えるよ。でも牛王ターンこれが最後なんでここから。あ、でもどうせ俺が一番ゴールから遠かったらくっついちゃうのか。そうよ。てかそれ、あと1年しかないからカード買いすぎたな。確かに。まあ全ターンですかこれ。どっちだ。ほら。いやー待ってください。これ だいぶ大事な決断な気がするんですよ。これ。これどっちだ。いや上行こう。一回あんま変わんないから上に行こう。一回。いや上超やだ。上じゃなくて下だったらな。全然僕もゴール狙えたのに。いや僕実はあるよ9個。いやでも11だったらいい。11 頼む。いやでもこれさ責務があるからな。もうあれ狙も近いんだ。ラストか2人いくらだ。10あ、みんな近いのか。センターでも新幹線持ってからね。あーじゃあゴールゴールゴール。いやゴールしてほしいな。いやこれこれ申し訳ない。蹴られない僕。ぶっ飛べ。おっ、いや信号は避けられないわ。その上選択でね、上行くと僕一気に遠ざかるから。ありがてえ。縮小行くしかねえ。まあ、センターが寄ってくれ。え、お、ま、いやこれ罠からつけた方がいいんじゃない。あ、でもあれか、付け返されるか。牛砲が牛砲で牛砲が嫌な方向になっちゃってる。最悪だ。よし行くしかなくていいのか。よかった、助かった。やめてくれ。あ、ダミングリシ。あ、ダミングリダメが全然いい。いいカード結構買ってくんだよな、こいつ。あ、そっか、新幹線でこれもゴールされてか。いや、まだ動かない。動かない。かなり来るね。まあ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 。まあまあ、ほら。あー、そっか、黄色発動してるのでけえな。イエローカード。あ、あ強い。熱い。強い。うわ、先端これ安定してるな、なんか。脅威なしって感じだな。あー。何もできないけども。何もしないよ、僕は。え？まだ UFO。まだ？マジか。いや、そういうものよ、牛歩って。まだ終わんないのか。人生ってやっぱ難しいから。じゃあカードかな。多分次復活するはず。本当に復活するか。本当に復活するのか。わかんないです。うわ、えぐい。それうわー、えぐい。なんだっけ、底辺はね、一人指定した人を北海道へ連れてって一旦休ませるっていうね。そう、え、強っ。とんでもねえよ。じゃあボンビー持ってる人北海道に飛ばそう。やば。これラビング急行集やっときていいか。お金、いやいや、ワンちゃんの最強カード引いた時にラビングできるようにと。もう3年のパワーゴールすれば新タビする。あ、届かない。いや、届かないけど。よし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 。あ、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 折り返し。まあ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 、使おう。あっち行け、あっち行け。これでも新太郎さんついたら絶対キングなりそうだけどな。そろそろね。そろそろね。なんか静かだから、うん。あ、これワン。あ、でもこれで別にいいじゃん。これセンターゴールすればシンタルつくよ。あ、惜しい。あ、危ない危ない。え、待って、これやばくない俺。待って、キング化してくれないとな、結局。そうなんだよな。まあ、あそこあっち行けカードがあるからギア上げてくる。オッケー。やばいやばい。待って、これどうすりゃいいんだ。え、お、お、何何。あ、ミカエル、これあれじゃない？目的地近くか、いろいろくれるやつね。なんか最下位の人に、ああ、あのすごいいいことしてくれる人だ。あ、それだけ？いや、まだまだ。え？まだあるはず、まだあるはず。あ、なるな。うん、ああ、お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 、神様！やばすぎる。これは神様。新幹線3枚？わ、しかもこれ回れるから多分ゴールできるね。やれ！強すぎるそれは。やば。やっちまえ。うわ、これはいったしょ。いった。あーっしゃー。いや、これ熱いな。やばいな。これで新太郎につく。トラトラに翼来た。これ2倍になるやつね。僕が一番遠いですよね、多分。遠いね。遠い遠い。終わったか。いや、キング化してくれ。そしたら今度先端。これ、そうね、キング化しろ、マジで。キング化したら先端潰さないと。よしよしよし、でかい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 。でけえなぁ。まだ待って。あ、あ、あ、でも慎太郎結構慎重い。一番また遠いわ、慎太郎は。牛砲来ねえかな。牛砲つけてえな、慎太郎さんに。いや、もう次牛砲来たら終わる。さすがに長すぎるんだよな、あれ。
え、あ、バナナなんだ。長すぎる。いいよいいよ、いいよ、やばいって。こんな長いの初めて見たわ。マジででかくなる。きちい。やっぱどっちか、どっちか、かんねえ、これ。もっと待ってほしい。いやー、おもれーなー、このお鉄。3年、短いな。40か。よいしょ。先端の新幹線持ってるから、うん、もう大丈夫ですか？ OK です。はい、長いよ、牛歩。いや、もうでかくなる、でかくなる。いやー、ここでお金もらってもな、全部失うんだよな。いやー、こねえかー。待って待って待って、やるかとよ。よし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 、こねえのか。仕事しねー、怖すぎる。ぶっ飛べ、ぶっ飛べ。大阪ね。はい、タビングはしないと、ふざけ。よし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 よ。うわぁ、戦略性がやばいな、このゲーム。刀狩りなんだっけ、今の8月ぐらいだっけ。まだ今なんか微妙だな。いいのか、もったいないぞ。わ、抑止力で勝ったとか。あぁ、そうだ、相手の行動を防げるからね。調子乗るなよ。ポイント使えばよかった。あ、確かにね。いや、当たるんじゃない今。1億あるし。いいの買えそうだな、これで。まあ新幹線使うしかないよな、俺は。うんうんうん、うん。あー、でかいでかいね、17は、うん、ちょっといい、カナス巻いてんの俺は。買い占めよりも、うわ、取れないのか。あー、取れないね、うん、あー、取れないね。いやー、ちょっと待てよ、カナス巻か。あ、ありだな。あ、まあ、ちょっとね、なんかする。うん、いらねーなー、いらねーなー。えよし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 、半年よしよしよし。これ、誰か3ターンで終わるって言ってませんでしたっけ。なんか多分ね、順位によると思うわ。あー、そうか、多分ありそうね。うん、やばい。で、なんか、それ以降はランダムみたいな。あ、そうそうね、ランダムは。あ、最短3回だと。3か4か、うん、そんぐらい。低すぎる。いや、僕は6ターンぐらいこれ止まってるんですよね。うん。ちょ、上にスペースあげたら上に近づいておこうか。いや、僕、ぶっ飛ぶ、ぶっ飛ぶ、ぶっ飛ぶ、カードあるんだもんな。いや、どっちでも買わないからカードもらおう。終わったくさい、これは。新幹線。あー、でかいね。あ、よかった、よかった。あ、5億、5億、まあまあまあ、全然でも痛くねえな。まだとりあえずぶっ飛びます。いや、ぶっ飛びシー一番好きなんだよな。強いな。ええ、おお、僕ホークだ。いい角度。いや、これでも中国地方まで行きそうだね。止まれ。あ、あーやめて、あーやめて、あーここここ九州まで行った。どうだろう、近づいてないね、さっきは全然。これ、待って、新幹線ゴールされたら、あれ入る可能性あるよ、これ。どこだったっけ、大阪か。あ、待って、これ、僕か。あ、でもあっち行け、やればいいのか。あ、そうじゃない。あ、そうか。やっぱでも先端が1位なんだね。いや、先端1位の可能性あるな、これ。堅実に上がってきたな。おいおい、やばいな、これ。新太郎さんにこう、買われてんだよな、腹筋。あー、まあ、まあ、ここから再開になったら、トラウマになりそう。いや、これ先端がまくってる。俺だよ。やばい、まくってる。慎太郎さんだ。貧乏神みたいな。いいね。ただ先端も潰さないとな、これ。日本橋。日本橋か。東京。次、ワンチャンゴールできないかな、無理かな。いや、多分全然無理じゃない。結構遠いよ。結構遠いね。さて、カラス社長。いやー、安い安い。安い。カラス割りでーす。割れない。でもとりあえず寄って進するか。いや、今回はちょっと1位はなんかもう本当に宝くじ1等とか引かないとダメだもん。確かに。そろそろ僕宝くじゾーンに行こうかな。確かに。あ、終わった、あ、終わった、やっと。え、これ今コメント欄でこんな意見あったんですけど、ベビキュラで吸ったらボンビー耐えるって本当ですか？どういうこと？あ、ベビキュラで吸っていっぱい持ってるからハード見てみて。そうだ、慎太郎トンデン兵で先端一回お休みにさせたりとか。おい、ちょちょちょ、言うな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 。いやいやいや、もう1位か2位争いだとどっちでもいいの。次勝てそうな方、次勝てそうな方にアドバイスしていく。先端は2連勝ありえるけど、慎太郎は今のはビギナーズラップでしょ。
確かに2連チャンはないと見て、今度は先端じゃなくて慎太郎に味方していく。確かに。え、これってこうボンビーが覚醒するタイミングってサイコロ振り終わった後ですよね。うん、ターン終わった後。ターン終わった後覚醒するんだけど、覚醒してその次いきなりキングボンビー仕掛けてくるし、一回次から待っとけよっていうパターンもある。あ、なるほど。だからまあ、とりあえず一旦は距離が大丈夫だけど、どうするかな。今先端サイコロ飛ばしてもまだ僕が持ったままだから。そうだね。どうなんだ。ありだな。単純に総資産で上回るためにベビキュラーで先端の今そうだけどさ、慎太郎が買ってたから買えなかったから。ああ、これね、ボンビーをそのまま進化させようとしてるぞこれ絶対。いやカード使わせて本当に応援してる今慎太郎。いや近づこう、待ってね。あれは一番近いのはやったほうがいいよ、遠いよ。ベビキュラーだってほら48でさ、遠いから多分そう言ってんのよ。サイコロは増えないけど、差し引き15億ぐらいゲットできるよ。だって先端も7億だって。ここでお金ゲットしても全部吸われたら意味なくないですか。でもキングが進化しないって。しないよ絶対。絶対するもんそろそろ。いや分かんないしない時もあるから。いやベリキュラーいい、走っても間に合わない。いやだったらもう先端さん防衛するしかない。飛んでまた飛んで来てくださいただ飛んで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 飛んだったら新幹線で先端的には何が一番嫌だった。本当は本音を言うと何が一番嫌だった。先端はいや僕ぶっ飛びもあるから僕何でも対応できるよ正直。そっか、盤石なのか。まだ、ベビキュラが一番嫌だったんじゃない。そう、ベビキュラが一番勝ちするしかない。先端の吸い尽くして自分が増えるからね。ゴールに近づきたい。ちなみに慎太郎さん、はい、あ、最後の振り終わってんのか。慎太郎さんが一つ忘れてることがある何かありましたっけ。まあ次のターンを楽しみに。マジ。刀狩りだねこれ。ああ、やられちゃうよ。本当だ。いや、ベビキュラ使わないとダメだね。それもらわれちゃう。そう、ベビキュラ使わないと。あ、じゃあ、これ赤は、これ先端まくるわ。100%やばっちになっちゃう。これ刀狩りだな。じゃあそうだ、刀狩りでベビキュラされて死んだものを隠されるからベビキュラ使わないと。いやでも刀狩り失敗してください。あ、まあそうか。僕は使わなかったからとりあえず飛ぶのか。またカードの効果わかんないよな。ウィンズとか一致してる場合じゃないの。ケーケー。ああ、これセンターがまくっちゃうな。いや、僕がセンターの代わりに僕がゴールする。割といい角度。割といい角度だね。止まれ、止まれ、ストップ。あ、どこまで行くの。あ、どこまで行くの。あ、仙台どこだ。しかもボンビー近いよ今。また逃げるかぶっ飛んで。9月だね。いやこれはこれ選べるんだ。あ、強っ。太郎社長なんだ。なんで飛ぶんだこれ。もちろんトンデン兵ですよ。トンデン兵ね。トンデン兵か。それで北海道送りか。ああ、いや正直つらいね。つらいっすね。ああ、残り4マス射程。これマジ何もできねえな。現金を単純に増やしていく。そう。あれもゴールまで16か。てか進化しねえのかこれで。ね、2回進化するときとかあるのにな。3年決戦でも僕配信前に1回3年決戦やってるんですけど、その時は9月ぐらいに最終進化したんですよね。ああ、確か3年目の、だからもう本当にそろそろやばいと思うんですよね。あ、プテさんが近い。やめよ、プテさんが近い。いいのか、先端になさらなくていいのか本当に。待って、上の方にいたのに見当たらない。いる。右。ずっと映ってる画面。本当はいるわ。いや、もう別にって。いや、16番さん、計算でるのか。下に先端いるのかね。あれ、先端さん。あ、先端さん、遠いですよね、めっちゃ。まあ、だこれ最高振るか。あ、待って、倒れてる。あ、新幹線なくなってるのか。だから。いや、待って、ベビキュラーしてもいいよ、先端に。いや。あれじゃない、全然。マジっすか。僕はありだと思うよ。先端の資産を。うん。減らしたら勝ち筋がね広がるでしょ。今多分どっこいぐらいよ。ガン虫ついてるみたいになってんじゃん僕が。でもどうだろうね、多分吸わないと慎太郎負けかな。え、マジっすか。でも吸っても最終進化されたら負けじゃない。最終進化はそれはもう常に負けだから。そうですよね。ラセキアしてたら負けだから吸わないじゃない。まあまあとりあえず目立つのありきじゅうさんだったら使われちゃう。あと誰くらい、高田さん残り4マスだったよね。確かに。あ、そっか、高田さんゴールすんのか。6か。なら、だったらなするかこれ。え、なすって僕に。え、待ってるよ。逃げる。え、やめて。死んで逃げて。な、
どういうこと？よし。どういうこと？え、多分で次のターン進化してくれれば、え、ダメだったかな？これが一番いいと思っちゃった。あ、いいよいいよ、うん。そしたら僕が頑張ってセンターを倒しに行けばいいんでしょ？これあれか、あ、そうかそうかそうか。堅実だな。なんかもっとギャンブラーのイメージあったんだけどな。いやいや全然。やっぱこのゲーム何にも知らないんだ本当に。硬いわ。閉まってるな、ずいぶん始まりが。あ、ゴールできないのか。できないね、どうしよう。まあ、これ出さないと勝ちないよ。え、そんなに先端折れるか。先端そうすんじゃ多分勝ってるんじゃない、慎太郎のが。いや、どうどこどこじゃまくれ切ってそうな気するけどな。どうなんだろう。指定うんちか。やめろー。いや、もう、まあまあまあ。いや、これどうだろうな。僕のバトルはいい。今はちょっと、運のみでここまで来た慎太郎に勝たせたい。どうなんだろうこれだ。あ、これはどうなんだ、どこだ、何をするんだ。悩むな。指定うんち強え。指定うんちクリアのところに置いとこう。いや、そうそうなんだよそうなんだよな、自分はあのなんかそれまあそれ考えてたけど、ちょっとどうなんだろう。センターがまくってりゃ強いけどね、それ勝ちだ。まくってりゃ、まくってるかまくってないかちょっと分かんないな。そうなんだよな、高田さん邪魔したところで別にリターンがないんだよな。どうなんだろう。慎太郎さんにさえゴールされなければいいから。そうか、新幹線かな。あかんね。でか。あ、空路か。あ、空路か。あ、飛行機で行くんだね。最後最後。うん。痛みつかんか。期間限定。いやー、慎太郎じゃね。お、いやー、でも活性センターだ。センターだ。お、やばいか。どうだ、どうだろう。まくられてこれ。いや、これどうなんだろうな。どっちだろう。あと何ターン、あと。4ターン。あと4ターンぐらいかな。いや、これもう普通に慎太郎さん勝ちで終わりだな、これ。いや、でも、まくってないよね。まくってない ?22 億は1件。多分まくってない、まくってない。いや、多分1件も売ってないもんだって、慎太郎さんが。こっから立ち回りが分かんなくって。これ、僕今気づいたんですけど、捨て橋さんから遠のいてもまた次ゴールしたら俺につくんですよね、これって。つく。だからプレミアだったらさっきの多分、うん、そうだね、あれもう普通にあと3マスだったから息いった方がよかったね。プレイがざるすぎる。とりあえずこれはじゃあゴールに近づいとかないとダメだ絶対ですよね。じゃないと、ただ近づこうと思ったらプテさんいるんだよな。いや、ね、近づいてプテ橋となすりつけ合いしておけば次誰か俺か先端がゴールした時にすぐなすりつけられるから、うん、そうか、そう、自分についてもね。まだ先は別に最初ですよね。じゃあやりやすいな。 OK 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 OK、 はい、13なんで。いやー、でもまあ慎太郎に脱することはもうないけどね、僕が。その言葉を信じるんだったらこうなんだよな。いや、今ちょっと郡山だと思うけどね、そこだと思うけど。共闘しよう。よいしょ。ここは買えないか。あ、よし。ちょっとすいません、僕だけターン長くて。いや、いいよ。考えること多いからね、僕たちは慣れてるけど。指定うんち持ってんのか。あ、あっち行けできんのか。あ、あっち行け、あっち行けやろう。これ指定できるのかな、あっち行けを使ってみたら。え、違う、慎太郎じゃない。あざます。でもこれ先端が入る可能性がある。やばい。え、それで飛んで、やばい。あ、あ、これはやばい、これはやばい。あ、これはやばい、やばいやばいやばい。やばい、先端が勝つ、先端が勝つ。おいしそうだなぁ。振られた完全に。やばい、コンボ決まった。いや、誰来たー。これ絶賛なんですけど、これ何やっても負けじゃねこれ。デスコンじゃねえかこれ。キングボビーならなきゃまあまだ確かにやるんでね。じゃあこれ結局何やってたもこれで終わりか。でもまあ言うてでも3ターンだから微妙になっちゃう。微妙なんだよな。あと3ターン粘ればいいのか。まあ粘ればいい。いや、もうじゃあ覚醒しないことにかける。ゴール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 。まあ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 、まあ、変わらん。いやでもな、いや、これも見越してそうなんだよ。高田さんゴールしそうだったから近づいたんだよな。物件買うあれもあったけど。いや、これちょっともう僕宝くじ一等狙いに行こう。よしよしよし。宝くじ一等いくらもらえるんだろうな。あ、いいね。遠すぎ。これ慎太郎は慎太郎死んだよこれ。死んだなこれ。とりあえずゴールはできないね。ゴールは無理っすね、もう。しかも次のターン、うん、一旦行動できないし。宝くじって結構あんの、いろんなところに。
あの関東の右下のところと、千葉に、あ来ちゃった、終わったなんだなんだなんだ、まだ分かんない、もうちょっと待ってほしい、ベリーの可能性がある、もう少し待ってほしい、エンジャー立つの、やだ、裏切られて悲しかったのに、僕はおっと、あるか、お買うか、え、嘘だろ、いや、これ慎太郎じゃん、これはマジかよ、慎太郎優勝になっちゃう、お何のために連携プレー決まったのにマジかよ、このためだけに動いてたのに、ずっと勝った、俺勝てる勝てる右下の宝か、ここ、ここ行こう、でもマジかよ、あ、いいね、じゃあまあ爪端がマジ宝くじでワンチャンの逆転やったらやばいな、1個引いて150ぐらいもらうわでも一応ない話じゃないもんね、狙えるよ、狙えるよねギャンブラー行きます、いや、え、あ、いやいや、きつい、あ、あ、あ、え、あ、ちょっと待って、あ、待って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 、え、あ、ちょ、あ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 、好きやね、その辺、よしよしよし、今分からないの、分からなかったよ、先端の、先端さん盛り上げてるんだよな、普通に振って財産高めた方が良かったな、確かに、もう俺もワンちゃんにかけよう、あ、それやばい、冬の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 冬見て、右側、僕の、よいしょ、うわー、あ、ほんとだ、ほんとだ、あ、ほんとだ、センターもワンチャンあんのか、15億、慎太郎、これ、3年やって、慎太郎以外最後は宝くじ見た感じこうなるのか、このゲームでも、ほんとそれしかないもんな、あ、とりあえず、高めてくれないと、あ、まあ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 、どうだ、あ、聞いてない、あ、まあ、高めてどうだったら、どれくらいもらえるんだ、いや、この100億くらい入るよ、マジですか、100億いくしかねえ2月関係ねえ、あもういい、俺らは宝くじしかないガチるわ、もう宝くじ全振りいくわ宝くじ新幹線1宝くじ新幹線いきます、自分先端はワンチャン別に1等じゃなくてもいいもんな、うん、そうよ、え、そうそう、5等でも11億だからね、5等でも11億、そうセンターはもう3等とか2、3等、3、うわぁ怖っ、スタート、うわぁ、結構高い、うわぁ、でかいでかい、でかいが、もうここに椅子は、でかい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 、ここで、いや、ぶっ飛び正解だったな、これ、うわ、これ、ベビーキラーもっとマジマジだったな、もうちょっと、あと2ターンか、ベビーキラー待ちありだったでしたよね、待ってはよかった、こうなるならね、あ、どうだ、いやー、ナイスカード、入れない、まあ、ナイスカードで、カードもう、あんまいらないからな、いらないな、カード、いやー、いらないな、何をしたらいいか、これ、物件だったりして、そうです、これはお金使っていかんじゃない、ぶっ飛んだら、多分、いや、意味ないね、ぶっ飛んでも、あ、そうか、ボールが終わっただけ、あと3だったらいいね、いや、なんでキングなんなかったの、もうわざわざベビキラー我慢して刀狩りしたのに飛んで物件だから、買い占めた方がいいのか、ホタル良さそう、ここだな、うわ、いいな、うわ、いいね、すげえいいな、これも勝てえな、1で、まとめがいい、マジでもう、宝くじ2等3等当たった人が勝つゲーム始まったから、確かにやべえ、でもこれ、わかんないからな、3人全員宝くじ言ってるから、マッチあるから、ほんとよ、あ、1、1等取ったことなんてないけど、これはない、3等まではあるな、結構しいですか、はい、なんだこの運ゲー宝くじ取れない、宝くじガチャ、お待たせ、待って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 、宝くじまで同じマス目になったら2、4、あ、待って待って、2、4、あ、待って待って、出てるか、じゃあ、うん、
なんかシンデレラカードとかでなんかワンチャンないかな。あっ、おっ、助かる。でも、でもまあもう時間が、うん、ミカエルに進化するけど、うん、3ターンぐらいで。ちなみにミカエルはこのモードだと毎ターン13億くれます。マジ？これめっちゃもらえんじゃん。でかいじゃん。強っ。でももうね、ないから。じゃあジョハンリエとか強いのか。うん、強い。いやいや、俺もいいな。いいとこか。でもカードもどうでもいいな。あ、もうどうでもいいな。もう終盤だし。ちょっと待って、あれだな。もうあとワンチャンスか。別ねーだ。マジで。よし、ラストだ。宝くじやらせてくれ。いやー、もうダメだ。これはもう慎太郎さんが勝つ世界戦に入った。よかった。じゃあ、特急振りまして、そこまで宝くじを。ないだろ、ことか。ないです。お前はないよ。だったら。あ、やってねえか。あ、でもあれかな？それやっちゃうと、ボンビでギリギリ目立つなっちゃうんじゃない？あ、そうか。だってもうアーマスティーか。うん。まあ、アーマス踏んでもらおう。いや、堅実すぎる。よし。ずっと1位でそのまま1位だな。あとは、プテさんと僕の宝くじ次第。最初から宝くじやってるもん、じゃあ。でもね、意外とボンビーついちゃったりするとしんどいよな。うん、頑張っていく。9個じゃない方がいいかもしれない。1、2、3、4か、1、2、3、4、5、6か。4か6だったらそうだね。うん。はい、宝くじ出せて。いやー、終わりだー。終わりだ。終わっちまった。おっ、おっ、帰った。最後帰る。うわ、これな、もうちょっと早かったら僕1位あったな。毎ターン10回。いや、やばいな、やばいな、やばいな。めっちゃもらえる。もうちょっと早かったらあったな。宝くじ6だから、あー、いけないね。うわ、終わりか。こんな最後ありなのか。違う、何もできねえ。終わりだ。終わったー、マジか。これなんか、もう始まったの10時半ぐらいだけど、思ったよりやっぱ暑かったな。確かに、結構長くなりました ね。あっ、あ、エンジェルカード。いや、終わりだ、もう。いやー、もうこれ。初手進化ないから。人間だよな。うわー、終わりか。え、一応見よう。一応ですね、まあ、やめるか。じゃあ、これも一応やめるか。とてもじゃないし。すぐゴール、はい。もう。何色だ？何色かもう予期できるな。緑来い、緑来い。頼む、緑来い。あー。いや、マジかよ。いや、最前提だったと思うけどな。あー、じゃあ、ベビキラ使っても。無理だったな、どっちも。違うんか。シンタロダントツやん。ゼロ円。何やってたの、プテ橋で3年間。ゼロ円。鍛えてきたんだけどな。もう最後マイナス。うわー、もう何の何の逆転もねえじゃん。ないな。いや、でかくならなかったのがあれやね、ボンビー。そうなんだよ、もうそこしか勝ち筋なかったの、やっぱないね。多分でかくなったら僕最下位だと思うんで、多分でかくなったら、そうね、まくられてた可能性あるね。というわけで、慎太郎選手1勝目おめでとうございます。ありがとうございます。今度次からの戦いはなんか慎太郎が3位とかでも慎太郎を潰さないといけなくなっちゃう。マジですか。おちゃん。あ、そうか、そうだよ、見先ですもんね。あ、また俺が、まあ、最後かよ。まあまあまあ悪くない。勝負。え、男すぎる、それは。どういうこと？